好きだよ。ハンス・ウィルヘルム作絵、伊勢山太一役。エルフのことを話します。エルフは世界で一番素晴らしい犬です。僕たちは一緒に一緒に大きくなった。でもエルフの方がずっと早く大きくなったよ。僕はエルフのあったかいお腹をいつも枕にするのが好きだった。そして僕らは一緒に夢を見た。兄さんや妹もエルフのことが大好きだった。でもエルフは僕の犬だったんだ。エルフと僕は毎日一緒に遊んだ。エルフはリスを追いかけるのが好きで、ママのカランを掘り返すのが好きだった。時々エルフが悪さをすると、うちの家族はすごく怒った。でもエルフを叱っていながら、みんなはエルフのこと大好きだった。好きなら好きと言ってやればよかったのに、誰も言ってやらなかった。言わなくてもわかると思っていたんだね。いつしか時が経っていき、僕の背がぐんぐん伸びる間にエルフはどんどん太っていった。エルフは年をとって寝ていることが多くなり、散歩を嫌がるようになった。僕はとても心配した。僕たちはエルフを獣医さんに連れて行った。でも獣医さんにもできることは何もなかった。エルフは年をとったんだよ。獣医さんはそう言った。間もなくエルフは階段も登れなくなった。でもエルフは僕の部屋で寝なくちゃいけないんだ。僕はエルフに柔らかい枕をやって寝る前には、必ずエルフずっと大好きだよって言ってやった。エルフはきっと分かってくれたよね。ある朝、目を覚ますとエルフが死んでいた。夜の間に死んだんだ。僕たちはエルフを庭に埋めた。みんな泣いて肩を抱き合った。兄さんや妹もエルフが好きだった。でも好きって言ってやらなかった。僕だって悲しくてたまらなかったけど、いくらか気持ちが楽だった。だって毎晩エルフにずっと大好きだよって言ってやっていたからね。隣の子が子犬をくれると言った。もらってもエルフは気にしないって分かっていたけど、僕はいらないって言った。代わりに僕がエルフのバスケットをあげた。僕よりその子の方がバスケットいるもんね。いつしか僕も他の犬を飼うだろうし、猫や金魚も飼うだろう。何を飼っても毎晩きっと言ってやるんだ。ずっと大好きだよって。